はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、クリスマスガチャ改めグルームウィング討伐ガチャによって実装されたクリスマスシャルロット、そしてクリスマスドミノについて引くべきかどうかご紹介していきたいと思います。まず僕は引かなくてもいいかなと思います。まあ年末に絶対強いナンバリング出るから、まあ前回で言うとノクトとかアーデンみたいな、だからちょっと一旦スルーでいいんじゃないかなと。じゃあどういう人が引いたらいいかっていうと、さっき言った最近追加されたグルームウィングっていうちょっと難しい降臨ね、12種族討伐っていうやつの降臨をあとちょっとで倒せるとか、どうしても倒したいっていう人は引いてもいいんじゃないかなと思いました。2人とももうほんとド適性中のド適性のキャラクターで、もうシャルロットドミノに関しても風属性のもうアタッカーなんだよ。シャルロットももうほぼアタッカーみたいなもんで、でシャルロットは虫からのダメージカット持ってたりとか、ドミノに関しては虫特攻を持ってたりとかで、2人とも風属性が得意で、そのグルームウィングってやつの弱点が風なんだよね。だから本当にね、それ向けに作られたガチャなんじゃないかなっていうぐらい、なんか狙ったような感じで、簡単に見ていくと、まずシャルで言うと、まあ、メインどこはアビリティのこれすごくいいなと思ったのは 200% の火と風バフ、これ今までなかったよね。これはね、あのシャルロット唯一無二かなと思いました。で、そして SLB もまた尖ってるね。僕はサポートで来ると思ったんだけど、アタッカーの方で伸ばしてきたね。精神依存の物理風属性の、まあ、約3万とすごくない？で、虫からのダメージカット85を持ってるから、もう本当にね、それ向けの、まあ、キャラクターかなと。で、ちょっともったいないなと思ったのが、これもメインアビだと思うんだけど、自分以外にリレイズとバリア8000貼るんだけど、まあ自分は確率で即死しますと。え？って、魔法壁でこれはねえだろとちょっと思ってしまいました。で、味方のダメージ軽減99を一旦。まああとは、やることが少ない。本当にできることがめちゃくちゃ少ないキャラクターかなと思いました。ちょっとそこがね、残念だったかなと思いました。で、続いて、ドミノ見ていこうと思うんだけど、ドミノもさっき言った通り虫特攻を持ってるキャラクターで、メインが SLB、風属性の、まあ、威力3万、プラス虫特攻でプラス6000されるような感じだね。で、使い方はちょっと難しくって、見た時に LB バフねえじゃんって思ったんだよ。で、自己バフ系は攻撃バフと属性バフだけで、どうすんだろうって思ったら、通常の LB 使って LB バフをかけて、スーパー LB の威力を3000上げて、まあ、SLB を打つみたいな使い方なんだよね。ちょっとさ、手間めんどくさくない って思いました。で、だから風属性の、まあ、アタッカーが少ないよって方は、まあ回してもいいんじゃないかなと思いました。でもアーロン、貫突とか二突してるよとか、ファリスもいるしとか、まあバッツもいるし、風に関してはそこまで困んないよって方は、まあ一旦スルーして様子見ていいんじゃないかなと思います。まあダークビジョンズで風がね、ラスト弱点で、どうしても上位に行きたいとか、まあ後々ね、そうなったら考えればいいんじゃないかなと思いました。ぜひね、皆さんのご意見たくさん教えていただきたいので、まあ私はね、いや、このキャラめちゃくちゃ強いから引いた方がいいよとか、いや、やっぱり年末のね、ナンバリングで、前回で言うとノクトとかアーデンみたいの来るから、耐えた方がいいんじゃないとあれば、たくさんコメントをお待ちしておりますので、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それではまたねー。